行政書士杉井のまだ依頼するな。はい、始まりました。行政書士杉井のまだ依頼するな。はい、1月の26日ですね。はい、実はね、今回がね、年明けて一発目なんです。そうですね、うん、第4土曜日だからちょっとね、どうしても、後の方になっちゃったんですけど、今年1年ね、また皆様と一緒にね、はい、お付き合いしたいと思います。はい、お付き合いしてもらうんですけどね、こちら側が ねヘリクだってね。そうです、そうです、はい、また1年可愛がってもらえればと思います。はい、それでね、まあね、1月といえばイベントといえばですよ、行政書士の合格発表ということでね、試験、うん、もう来週ですもんね。1月30日、うん、水曜日だということで、うん、はい、まあ、受験生もね、ご覧になられてると思うんで、うん、ちょっとこの、ドキドキ感ですよね、うん、味わってるところじゃないかなと思います。ですよね、うん、思い出しますね。思い出しますよね。あ、僕はね、うん、合格した年ってもうダメだと思ってたから、もう見なくてもいいやと思ってたんですよ。うん、その年でしたよね。そうです、そうです、うん、26年度だったんで、うん、もう絶対ダメだろうと思ってたから、いやいや、どうせハガキくんだろうぐらいの感じだったんですよ。うんうんうん、で、あったからびっくりしたんですけどね、うんうん、まあ、ボーダー、どうかなって微妙な人たちがよ、うん、すごいドキドキするじゃないですか。うんうんうん、もう完全に合格してるよとか、または完全にダメだっていう人は、うん、開き直れるかもしれないですけどね。記述待ちってやつですよね。記述待ち、いわゆる、うん、まあ、僕はね、今年の記述は辛いと思ってます。だから一般知識でボツもあったの知ってます？ああ、なんか見ました。全員4点下駄吐かすってことなんで、うん、あ、じゃあ辛い。これ折によって一般知識なんですよ。で、本来あれ6問あってないとダメなのかね、うん、5問だと足切りになっちゃう、ね、うん、たとえ法律の方を満点取ったところで、うん、まあ不合格っていうのを決定するんですけど、うん、だって1問下駄履かせたらですよ、うん、あとそしたら5問か、5問取っちゃう。大きいですよね。そう、1問ってすごい大きいんですよ、うん、一般知識の。だからこれね、試験委員会的にもああやっちゃったと思ってると思うんですよね。うん、で、記述はそうなると、まあ、あからさまに辛いってまでいかないにしても、うん、多少ね、きつめにつくんではないかなっていう気はしますよね。うんうん、ねえ、はい、どうなりますか。どうなりますかね。まあ、全ては水曜日にはっきりするね。ね、うん、はい、ということでね、はい、始めるんですけども、実はね、こう番組ね、進行していく前にちょっと僕から告知があります、はい、ね、自分の告知の時は番組の冒頭でやるっていうのが僕のね、スタイルですから、はい、でゲストの方の時は一番最後に持ってます、ね、告知はね。いいじゃないですか。うん、まあね、どうぞどうぞ、後半になっちゃうとほら、またケツカチになって喋りすぎちゃってバタバタしますからね。告知できなくなると嫌だから、うん、今言ってきますよ、ね、ゆっくり。ね、2月ね、企画組んでるんですよ、うん、で、今日僕、個人の方で配信、 YouTube の方でね、配信してる、うん、パワー営業 TV の方では告知打ったんですけど、うん、2月の企画、うん、ね、これはまあ、僕の事務所の企画ですよ、うん、これね、もう聞いてびっくりしてください、うん、聞いてびっくりしてください、うん、はい、びっくりします。企画のタイトルがですよ、報酬無料で杉ちゃんを呼べるという企画なんですよ。うん、杉ちゃんを初の企画ですよ。うん、いや、うちの支部長が杉ちゃん杉ちゃんって言うから、うん、で、呼ぶってね、呼んで何するんだって、うん、飲んで終わりとかじゃないですよ、うん、それでもいいんですけども、そういうのも好きなんですけど、うん、そうでなくて、講師をやりますよ。うん、営業のね、うん、ただ僕できるのがアナログ的なものですね、うん、あと対面式販売、うん、こういったもののが売りなので、うん、だからデジタルとかダメですよ、うん、ウェブ関係なんか全然ちんぷんかんぷんなんだから、うんうん、ね、未だにアナログスタイルですから、うん、でそれの講義を行いますと、うん、で、これは報酬無料でお受けしますんで、お、初ですよね、うん、ただ、無料といってもですよ、交通費はちょっと持ってくださいよと。さすがにだってうちみたいなクソ田舎の事務所から出てくるの大変なんだから。あ、じゃあ全国で、あ、それがねポイントで、うん、水曜日限定です。2月の、うん、2月の水曜日
うん、4週ありますからね、2月水曜日4つありますから、うん、そこでだから限られちゃいますね。そうですね、日帰りじゃないと僕木曜日は仕事をもう水曜日の分入れちゃうことになるから、うん、もう泊まりっていうのできませんから、うん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 、水曜日限定なんですけど、まあ、報酬自体は無料で行うということをやります、うん、交通費とレジュメ代は、うん、それいただきますよ、うん、レジュメ作成をこっちでやります、ね、うんうんはい、で、まあ、詳しくはそのパワー営業 TV の方で見ていただければと思うんですけども、うん、まあ、ざっくり言っとくと、まあ、応募者多数の場合ですよ、うん、まあ、それは優先的に無料でやりますって、まあ、受講料取っても構わないんですけど、受講料を取ってで僕に渡すってことしなくていいです。もうそれは、うん、報酬無料でやりますから、うんうん、だけど取らないでやるよって、無料でやるよってところを優先的に行きますんで、うんうん、ただルール的には仮に取ったとしても、うん、1000円以内にしてほしいと思ってます、うん、へえ、うん、っていうのも当然僕呼ぶのに交通費かかるのと、あと会場を借りるってなるとお金がかかっちゃうと思うんで、うん、それなんで、まあ、1000円まで、うん、まあいいですよっていうふうにしてね、うんうん、知ってますけど、それご了承の上でご応募いただければ、うん、行きますので、うん、これあれですよ、企業研修に使うっていうのも全然いいですよ。あ、営業会社、保険会社、何でもいいですよ、うん、別にそれなんていうの、普通のセミナー研修じゃなくてうちの会社でやってくれよって言ったら、うんうん、僕は無料で行きますよ、それは、うんうん、っていう企画なんです、うん、これ初の試みなんで、うんうん、いろいろ考えますね。そうですね、まずね、一回ね、こう僕のね、うん、僕が言うことがハッタリかどうかっていうのは生で見てもらいたい、うん、その上で判断してもらいたいっていうのがあったんで、うんうん、まあ良さを知ってもらいたいというのが一つですね、うんうんうん、2回目からお金いただきますよ、うん、今回だけっていう企画持ってきましたんで、まあね、事務所 のお申し込みフォーム貼っときます、うん、このもし YouTube で見られてる方は YouTube のコメント欄にも僕貼っときますんで、うんうん、そこからご応募していただければと思います、はいはい。まあね、以上になります、告知が、はい、ね、長々と失礼いたしました、はい、はい、じゃあ今日のね、うん、テーマ行く前に CM 放送いきましょうか、うん、はい、ね、はい、では CM スタートします、どうぞどうぞ。ありがとうございました、はい、それではね、応援メッセージの案内いきましょうか、はい、はい。番組への応援メッセージはこちらまでお願いします。番組の前半までに送っていただければ後半の最初にご紹介いたしますので、どんどん送ってください。お待ちしております、はい、お待ちしております。ではね、早速いきましょう、はい、今月の企画です、ね、これ予告していますから楽しみにね、していただけてるかなと思います、うん、はい、今月の企画はね、開業3年以内に廃業する人たち、うん、でこれでね、進めていきたいと思います、はい、またタイトルも過激ですよね、これね。ですね、でもね、これ結構ねキャッチーですよね。そうですね、うん、うん、まあ、こういう、まあ、俗に言うタイトル詐欺ですよ、これ。詐欺じゃないけど詐欺じゃない。いや本当にね、うん、それについて進めてまい、うん、はい、ります。でね、まあ、僕の番組だとやっぱりね、修行とかね、まあ、その受験生が見てくれてる場合が多いんですけどね。まあ、そうですよね、うん、まあ、はっきり言って行政書士の場合でいきましょうか、廃業率、うん、ね、3年7割廃業すると。きつい。
行政書士の場合は。これ現実ですよね。現実です、7割、うん、でもじゃあ他のじゃあ社労士とか税理士どうなの、うんうん、まあ行政書士よりは廃業率はそこまではね高くないけども、うん、やっぱり3年といえば廃業される先生方は一定数いますよ、それは、うんうん、でじゃあ一般企業の場合どうなのと、うん、一般企業はね3年で9割廃業するんです。っていうデータが出てますね。3年で9割廃業する、うん、でそう考えるとやっぱり行政書士ね、さっき行政書士の話しましたけども、うん、やっぱり資格がある、国家資格っていうだけあって7割で止まってるわけですよ。他の一般企業は9割廃業してるわけですから、うん、でもどっちにしてもねやっぱりこう大変な試験ですよね。資格試験を受けて、うん、国家資格苦労してね、あの、うん、4年5年6年って頑張って受けてそれで合格して、うん、3年経たずにね看板下ろすってなると、うん、涙出ますよ。もったいないですよね、うん、まあそれはねある法則って言いますかね、うん、偏ってますね。偏ってるというか3年以内に廃業する人は一定の法則があるっていうのが気がついたんです。原因ですか。原因って言いますからね、うん、なぞるように同じことやってますね。あーなるほど、うん、っていうのを今回この番組でお話ししていこうと思います。へー、うん、杉井先生がそれを見つけたんですか、その法則。そうです。お、うん、はい、では行きますよ、はい、一発目のコーナーね、うん、一か八かの勝負をする人たち、うん、でこれについてねお話していきたいと思います、はい、ビジネスですからね、うん、多少勝負どころっていうのはそれはありますよ。多少というか、まあそうですよね、うんうん、でこれは、まあ当たるか当たらないかっていうのは、うん、こうギャンブル的にしちゃダメなんですね、ビジネスは。うん、やっぱり計画性持ってみたいな。そうですね、うん、じゃあ具体的に言いますよ、うん、あの例えば、まあ、開業しますよね、うん、まあ、例で言う行政書士でいきましょうか、うん、行政書士事務所を開業すると、うん、ね、だけど、いきなり、まあ、名前知ってもらうっていうことにはならないじゃないですか、うん、看板出したところでね、あの床屋とか飲み屋じゃないんだから、うん、看板出したって来やしませんよ、うん、一人も来ない。あんまり目に入らないもんですよね、うんうん、バカでかい看板出したってでも来ないと思いますよ、うん、だってやってるって来ます、ね、看板出して蕎麦屋じゃないんだから、ね、蕎麦屋じゃないんだからねお、新しい店こんなところやって旦那やってるっつ、吉本やってるみたいな、何吉本かけんのないな、何何ここ社区証明やれるとか、これナンバートルコやってくれんのとかそんなノリじゃ来ませんよ、うん、来ない来ない、ね、うん、お宅参拝できんのなんで参拝で産業廃棄物のことなんですけど来るわけないじゃないですか、そんなで、うん、だから看板出してたって来ませんよ、うん、それ、ね、来ない。となるとじゃあどうするかってなって、うん、広告を考えると思うんですね、うんうんうん、でじゃあ、うん、何でもいいですよ、広告打つ会社、まあ、うん、ネットでもいいですし紙ベースのもんね、うん、チラシですよね、うんうん、とかやるにして、じゃあチラシやるにしてですよ、うん、折り込み広告っていうんですか、ああいうの、うんうん、ね、やるにしてその広告会社とお話しするときに、うん、まず広告会社が言ってくるセリフ決まってますよ、うんうん、1年やってくれるなら安くしますよと、うーん、1年継続して出してくださいねと、うん、で、まあ、広告会社の言い分は、うん、あのお客さんっていうのはあの1回見ただけじゃ動きませんよって、人間の目は 2.3 回見ないと行動に移さないんですよとかね、こういう言い方をしてきます。だから継続して巻かないとダメなんで、うん、単発でね折り込み入れただけじゃ集まりませんから、うん、でこういう営業トーク使われますよ、おそらく、うんうんうん、で1年契約だったら安くしますと、うん、まあ、通常だったら1ヶ月7万円いただくところを5万円でいいですよと、うん、まあ、その代わり年契約してくださいよと、うん、これを真に受けてやる人はこけますね。うん、でなんでかっていうと、うん、だって効果があるかわからないもん1年先に契約する人いませんよ。うん、でこれが一か八かの勝負する人たちって、それ当たりゃいいですよ。でこれは成功してる人はどうしてるかって、うん、大体小さく実験してますよ、狭い範囲からやっていく、うん、でまあ1年やるかどうかっていうのはそれを、まあ、例えば1ヶ月なり2ヶ月やってなりしてから1年契約するでしょうね、反応を見てから。いきなり大砲持ってきませんよ1年なんて、うん、
まずは小さく小さく実験します、うん、こう巻く範囲とかね、枚数、うん、何万枚巻くんだとか、うん、それも効果がなければ小さいなんていうんですか、ね、損失で済むわけですね、うん、効果がなかったとし、うん、したら地域がいけないのか地域を切り替えた方がいいのか、うん、またはキャッチコピーがいけなかったのか広告の書き方がいけなかったのかとか、うん、いろいろねこう試行錯誤してちょっとアレンジして変えていくって、これ1年契約でねそんな大砲持ってきて60万なんだとかね、これ多分ネットでもそれぐらいかかると思うんですけどね、うん、そういうことをやっちゃう方はこれがギャンブルだって言ってるんですよ、それがギャンブルになっちゃうから、うんうんうん、それ当たればいいけども軌道修正できませんもんね、今そりゃそうなんですよ、ドーンってやっちゃうとさ、そうなんです、うん、で外しちゃって3年以内に畳んじゃってる人はこういうことやってますね、であとね、はい、事務所についてね、これでどの修行でもそうかもしれないんだけども、修行の話をさせてもらうと、うん、いきなり事務所借りちゃうタイプですね、ああうん、大体3年以内廃業してますね、うんうんうん、まあその業務によっては借りなきゃしょうがない人もいますよ、うん、ね、だって弁護士が自宅事務所ですってわけにいかないですし、うんうん、まあ例えば行政書士でもね、入管業務ね、うん、外国人のビザ関係ですよ、うん、あれ自宅事務所って危険すぎるだろうって話になっちゃうん で、うんうん、で仕方ない場合はあるんですけども、うん、いきなり事務所借りにしても駅前の一等地に何十万って一月かかるところをいきなり借りちゃうっていう、うん、恐ろしいですよこれ、うん、これが僕はギャンブルになるんじゃないかというふうに言ってるし、まあこけてる人は大概やってますよそれ、うん、いきなりなんかものすごい事務所借りちゃうっていう、うんうん、だから小さく、もうどうしても事務所借りなきゃいけない場合は別に大きくなきゃいけないってことはないし、うん、小さくたって構わないです、レンタルスペースとかね、そう全然構わないですよ、うん、でじゃあ、だって杉ちゃん面談困るぜそれっていう意見出そうだけど、うん、ほんなら外でやりゃいいじゃないですか、うん、別に大体ねみんなそうですよね、うん、別に ファミリーレストランだろうと喫茶店だろうと、うん、やればいいじゃないですか、うん、ね、うん、で、またはいやいや個人情報のねちょっと絶対に聞かれたくない話なんだっつうんだったら市でも町でもね貸し会議室なんてありますよ、うん、500円から借りれるわ、うんうん、だそういうとこ利用しちゃっていいわけですしね、うんうん、だから何が何でも駅前にの一等地に事務所借りて出すってこれ一発目からですよねえ、やるっていうのは固定費がねバカになりませんもんね、そうなんですよ、うん、バカすか来ればいいですよお客さんが、うん、ねまずね特に修行の場合って信用がないと依頼なんてないんですよ、うん、でそんなだって信用これから作るっていうのに経費でね100万も200万もかかっちゃうと一月、うん、払えるわけないじゃんそんなの、しかも開業したてってちょっと依頼しづらいですよね、うん、実績がないわけで、うん、でそういったところだと相当きついんじゃないですか、うんうん、まあ口コミで広げるにしてもだよ、うん、最初の1個目がないわけでしょ、うんうん、でそれは僕は夢だと思いますよ、うん、なんかある開業本だとかひよこ食いやってる人はね、うん、事務所駅前に借りるのがステータスというかそれでこうなんていうんだろう、それを売りにするっていうのを言う人いるらしいんですけど、うん、それで来るお客さんはいません、うん、もう言い切っときますけど、いないんですよ、うん、あれはひよこ食いの人は同業者に売るためにそうやって言ってるだけだから、うん、通常お客様は通常のね一般のお客様相手に商売するわけですから、うん、それは駅前じゃなくたっていいわけです、うん、で前も一回言ったことあると思うんですけど、どうしても駅前に何かやりたいって言うんだったら看板だけ出しゃいい、うん、改札出たところとかね、うん、看板出せるスペースがありますから、そこに看板だけ出せばいいです、うんうんうん、やり方はいくらでもありますから、うん、いきなりこう大砲持ってこないってことです、うん、そ、はい、繁盛してってですよ、もうしていけば、うん、それは駅前だろうと、ね、どこに出そうとそれは好きにすればいい、うんうん、まずいきなりなんてでしょう、稼いでないうちからめちゃめちゃ経費のかかることをやるっていうのはやめた方がいいです、うんうん、実験は小さければ小さいほどいいです、小さく小さくやってって、うん、その積み重ねで試行錯誤していけばいいんですから、アレンジしていけばいいので、うん、最初はね経費を抑えないと、そうです、うん、一か八かの勝負はしない方がいいです、うん、まあこれ僕が言うの珍しいかもしれないですけどね、一か八かの勝負ばっかやってんじゃねえかみたいなこと言われるかもしれないですけど説得力ないけど、うん、いや僕ね僕はねそれでも結構したたかな部分があるんで、でも結構計算してますよね、してますよ当たり前じゃないですか、うん、勝負師みたいな顔してそうそう勝負師みたいなことしてて、うん、詐欺師なの本当は間違いない緻密に計算してやってるって、ね、うん、
まあ、これだから一か八かの勝負、特に大勝負ですね、うん、これを開業時にやっちゃダメですよ、うんうん、っていうね、お話でした、はいはい、で次にね、お金の使い方を知らない人たちっていうコーナーで進めますね、うんうん、さっきもちょっと触れましたけどね、事務所の看板出したからってこれお客さん来ませんよ。これ どの修行でもそうです、別に行政書士に限らずですよ、うん、看板出したからって仕事が来ることはないんです、うん、でこのお金の使い方を知らない人の場合ですよ、うん、そのね、開業資金、まあ、これを大切に使おうっていうのを勘違いしちゃうんです。さっきと言ってることが、うん、矛盾してるだろうって思うかもしれないですけど、矛盾ではなくて説明してきますからね、うん、例えば開業資金300万ありました、うんね、だからこれを大切にしようと思って1年間これを大切に使おうと思ったとするでしょ、うん、1年で300万消えますよ、うん、なんでかっていうと生活費で消えちゃうのほとんど。あ、だって仕事が来ない、うんね、だって宣伝もしてないわけだから、うん、仕事も来ない、うん、で300万大切に使うって言ったって生活費に使っちゃう、うん、で生活費に使うっていうのが悪いことなのかって聞こえるかもしれないですけど、ま、ちょっと難しく言うと消費と投資っていう言葉あると思うんですけど、うん、生活費は消費なんだよ、うん、戻ってこないお金が使っちゃうと、うんうん、で投資は戻ってくる可能性があるお金です、うん、だから広告費っていうのは投資なんですよ、うん、戻ってくるかもしれないじゃないですか。だけど生活費に使ったら 100% 戻ってこない、うん、100% 戻ってこない、うん、でこれが開業資金300万を1年で溶かすって原因なんですよ、うんうん、あっという間ですよね。300万なんて1年ですよ、うん、だって、まあ独身でね一人でやってるっていうならまあ何年か持つかもしれないですけど、うん、ご家族がいてご家庭があってですよ、うん、それでまあ300万あったって仕事が来なきゃ本当1年で消えるわ、うん、2年まではどうやったって持たない。1年持つかなっていう。そうですね、うん、開業前と同じ生活したら持たないでしょうね、うん、300万はね、うん、そうなんです。何もしないと消えていっちゃうんです、お金の使い方を知らないと、うん、でそこでなんですけど、うん、これね僕ね自分のそのパワー営業 TV のところでもちょっとね告知しましたね、創業融資これ使うっていうパターンで、うん、僕クイズを出しました、うん、ね、創業融資、返済期間何年を選びますか。うんうん、で1番が3年を選ぶ、うん、2番が5年を選ぶ、うん、で3番が7年、357、うん、何年選びますかってクイズを出したんです、うん、で、3年以内に廃業する人たちはほとんど3年を選んでます、うん、返済期間を、うん、早く返したいと、うんうん、なんでしょう、これパチンコとかそういった本当のギャンブルで借りちゃった金はそれは早く返した方がいいですよ、そんなもん、うん、ビジネスの、借金の場合は長ければ長いほどいいです、返済期間は。うーん、なんでって思われちゃうかもしれないですね。じゃあこれ説明しますね、うん、まあ創業融資の場合大体最大7年引っ張れますから、うんね、設備の方の、お金借りるって言ったら本当もうちょっと長く借りれるんですけど、うん、まあ、大体今7年ですよ、うん、そしたら7年目いっぱいまで借りてしまうのがこれが正解です、うん、まあ、300万の話しましょうか、300万借りたとしましょう、はい、創業融資でね、うん、で7年で引っ張った場合って月々金利入れでも4万円ぐらいの返済ですよ、うん、ね、でこれをじゃあなんていうんですか、これ3年で返そうと思ったら大変なことですよ。大変なことですね。10何万ずつ払うことなんじゃないですか、月々。うん、でこうなると無理が生じるんだよ。それ回収できないですね。ね、うん、でじゃあなんで4万月々払うのと10万以上月々返済していくのって何が違うの、うん、それは早く返したいって気持ちはあるかもしれないんだけども、もともと金利なんて 1% 台なんだから、創業融資なんて、うん、もう長く借りれば借りるほどいいんですよ。これもうちょっと踏み込みますよ、うん、4万円返す人と10万円返す人で返しちゃうと何も残らないわけ、うん、だったら4万と10万だったら6万の開きがあるんでしょ、うん、6万円広告費入れてみなさいよ、お返すつもりで、うん、したら7年間6万円広告費入れ続けたらよっぽどおかしくなことしない限りはお客さん来ますよ、うんうんうん、これを、3年間無理無理返そうとすると広告費は打てない、
仕事は来ない。どうやって知ってもらうんですか。確かに、うん、だから返すくらいだったらその金を回すんですよ。お金に働いてもらうの。あ、返すお金にその差額が6万円だったら6万円は働いてもらうんです、うんうん、まあ、これ働かせ方はいろいろありますよ。人によってはそれ、うん、ね、修行じゃなければ不動産に投資する人もいるでしょうし、うん、返すくらいだったら投資するよっていう方もいらっしゃるでしょうし、うん、その修行の場合だったらその、まあ、いろいろあります。そのお金に働いてもらうっていうのは、うんうん、僕なんか飲みに行くのもお金に働いてもらってると思ってますんで。ああ、でもそうですよね、うん、僕飲みに行って知ってもらって人間関係作って、ま、そうです、ママさんとか、うん、常連さんにお仕事をいただいてるんですね、うん、そういった使い方もありますね。6万あれば、うん、相当飲みに行きますからね、うん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 、だからスギちゃんいつも遊んでるのにいいねなんて言われるけど、とんでもないあれ仕事してんの、うん、ベロベロになってベロベロになって仕事してんのヘベルゲになって仕事してんの、うん、いいな。そうで、あの楽しんでるねなんて言うけど、あれ仕事やってるの、うん、でも楽しんでますよね。楽しみながら仕事やってるんだ、うん、だからあれはいいこと、消費じゃなくて投資してるんですよ僕、うん、飲み代は、うんうんうん、ね、まあ、さっきの話に戻ると、うん、3年で返そうと思うと、まあ、相当きついであろうと、うん、まあ、10万ずつ返してそんなもんだろう、10万ずつ返して3年か、だったら7年引っ張れるんだったら最大が7年なんで、7年引っ張って4万ずつしか返さないんで、6万円分はお金に働いてもらうんですよ、うん、で賢い。3年で例えば10万ずつ返して300万返し切ったよ、うん、何にも残んないよもう、うん、何にも残んない、うん、だけど7年間4万円ずつ返して6万円を投資した人っていうのはお客さんであったりとか仕事の実績が残るじゃないか、7年間で、うんうん、そこからまたね広がりますもんね。そうです、そこからつながってくるでしょ、うん、3年で返しちゃった人はもうその時点でその先ないんだから、もう返して終わりだよ、うんうん、でその頃もう畳んでるわ、もう事務所仕事入ってこないから、うん、っていうのがあのお金の使い方を知らない人たちは潰しちゃうという、うん、いうお話ですね、はいはい、もう一コーナー頑張れるかな、前半ちょっとねおっしゃってるんだけど、ギリギリ、うん、押すの前提でお話しよう、うん、人の使い方を知らない人たちっていうのがね、はい、あるんですよ。これお金の使い方知らないっていうのもまずいですよ、うん、だけど人の使い方知らないっていうのもまずいですよね、うんうん、で、あと、あとというかこのコーナー行くとね、一人でやって忙しい忙しい言う人ね、これは自分が潰れちゃうんですね。あ、全部自分でやろうとする。全部自分でやっちゃう、うんうん、で、だから例えば、行政書士で開業したんだけどやっぱり司法書士取ろうとかね、あ、ありがちですよね、社会保険労務士取ろうとか、不安になってダブルライセンス必要かなみたいな、うんうん、あんなもんだって行政書士で食えねえって言ってるようなもんじゃないですか、うん、でだっておかしいでしょ、まあ、こういうこと言うから叩かれるの分かってんだけど、うん、だってなんで外注しないんですか、うん、なんで自分のところで全部受けようとしちゃうんですかね。例えば会社設立を全部自分のところでやりたい、うん、だから僕は行政書士ので定款作る他にも登記をやりたいから司法書士を取りたい、うん、僕だったら外注しちゃいますけどね。でも外注した方が司法書士の先生とつながって、うん、で結局そこでまた司法書士の先生が仕事が来てみたいな、お返しが必ずあるじゃないですか、うん、あの自分一人でやってたら何もないですもんね。そうです、許認可のお返しがあったりとかね、うん、あるわけですから、そうそうそう、うん、これ自分のところでやってしまった場合は鎖国って僕言うんですけど、鎖国状態、うん、貿易してないわけ、うん、まさにガラッパコスですよ、うん、そうなっちゃう、うん、だから提携した方がいいですよね。そうなんですよ、うん、で人の使い方を知らないとそうなっちゃうんですね、うん、忙しい忙しいって言って、でそれだと自分一人でやってると案件抱えられないですね、うんうん、体一つですもんね。そうなんです、僕はだから外注しまくってるからこういう好きなことできるんですよ、うんうん、あの番組やってみたり塾の講師やってみたりとか、うん、営業コンサルタントやったりとか、うん、セミナー講師やったりとか、うん、これもう全部行政書士業務を自分だけでやってたら僕パンクしますよ、やめるって言い出すもん、うんうん、殺されるわって、ブラック企業だっつって外注してたり信用してる人にね、任せるとこは任せてるんで自分の体開けてますけどね、うん、そうで自分には自分でしかできないことをやればいいんです、うん、で、うん、これたった一人で、まあ、家族の人に手伝ってもらってでもいいですけど、それだけで回してたらそんなの企業とかビジネスって言わない、うん、こういうの商店って言うんだよ、ただの商店ですよそれ、うんね、これもう本当に企業と企業として、うん、
やるんであればね、やっぱりどんどん人は使うべきだと思います、うんうん、そこでケチっちゃダメなんですよね。そうなんかもったいないって思いがちだけど、うんうん、だって自分の体を開けれないってことはですよ、仕事のやり方が下手くそなんですよ、うん、やっぱりそれとあと人を信用できてないってことだな、うん、自分でしか回せないっていうんだったらそれは別にそれ企業と言わないよ、そういうのは焦点ですわ、それは、うん、で限界あるじゃないですか自分一人で、うん、ではあと得意分野とそうでない分野があると思うんですね、うん、でも僕はね営業だけやって仕事取ってきますっていうのもありだと思いますよ、うん、だからあの実務に関してはもう実務内勤の人がいるんですよ、うんうん、まあ、こういった分けてる事務所あるんですよね本当に。ありますあります、うん、あの行政書士でも社労士でも税理士でもそうなんだけど、うん、取ってくる人は取ってくる人、うん、仕事取ってくるのは取ってくる、そう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 、で内勤、まあは内勤と、うん、こう分けちゃうんですね、うんうん、あ素晴らしいシステムですよ、うん、だから得意分野に特化してるんですね、うんうん、でこれを例えば個人事務所であってもそれ外注すればいいだけの話ですよ、うんうん、で外注のいいところはなんていうんだろうな、雇用関係じゃないってとこですね、うん、だから普通雇用しちゃったら辞めさせるってなると大事じゃないですか今。大変ですよね。大変ですよ。で外注の場合だと社会保険の問題とかいろいろ。外注の場合だと頼まなきゃいいだけだから、うん、もう次頼まなきゃいい、もう切っちゃえばこれ雇っちゃうよ、うん、例えばどうしようもないやつ雇っちゃったとしても辞めろってなかなか今言えない時代になっちゃったけど、うんうんうん、外注の場合切りゃいい、うん、じゃあ次みたいな、ね、そうです、うん、大変失礼なあれなんだけど、うん、まあね、あの信用できるところでしたらとことんお付き合いさせてもらってって、うんうん、僕は今信用できるところとお付き合いさせていただいてるんで、うん、まあうまくね、うん、やってますけども、うん、はい、はい、これがね、人の使い方を知らない人たち、うん、ね、どう時間うまくまとめたでしょ、うまいぴったりということでね、前半ここまでにしたいと思います、はい、で PV 一回入れるんですけど、うん、後半ねメッセージ紹介から入りたいと思います。では PV 行きましょう。どうぞどうぞ。この下のストーブは全然違うんですよ、ここのラインの上は。ありがとうございました、はい、じゃあ後半行きましょうか、はい、あ、メッセージ今日ね来ているということでメッセージ紹介行きましょう、はい、いただいてます、はいはい、ではお読みいたします、はい、杉井先生、梅崎先生、こんばんは。こんばんは。こんばんは。先日のセミナーに参加した社員法務事務所の立ほらです。立ほらさん、うん、本当に楽しい時間をありがとうございました。今日は杉井先生に質問です、はい、杉井先生は験を担いだりすることがありますか。例えばここぞという日のネクタイの色とかパンツの色、それから事務所に飾っているものなどありましたら教えていただけないでしょうか。ぜひ真似したいです。ちなみに最近は杉井先生の髪型を真似して、髪型真似するって僕別に普通ですけどねお、そうですか、 ありがとうございます。そこって感じですよね髪型真似してる、そうですか。こうコアなファンですね結構ね。あの髪型真似するって岩手から来てくれたんですよセミナー、なんか前乗りで泊まりで、うん、セミナー受けに来てくれて、うん、でその後も泊まってるんですよ、うん、これ多分あの交流会っていうか懇親会か、うん、遅くなるでやろうということで2泊して帰ってったって、もうアイドル扱いじゃないですか髪型真似するって聖子ちゃんみたいにしてくださいみたいな感じですよね。あ、うん、写真撮っていてこんな見してくださいってこれ誰って言われて、東海でこれ誰だよこの人ね、うん、まあありがとうございます、はい、本当ね、そこまでねあの尊敬してもらえるとは思ってなかったので、うんうん、ちょっと褒められると弱いタイプ弱いですよね。僕営業に弱いんで、うん、営業じゃないですよまあ弦を担ぐ、
でしたね、はい、基本ねあんま担がないようにしてます、うん、っていうのもなんかそれに頼りたくないので、あー、なるほど、うん、あんまり気にしないようにしますね、うん、でね、あのね、これね行政書試験の時からそうだったんですけど、うん、僕仕事スーツでやってたんで、うん、あの当時ですよ、行政書士じゃなかった時、うん、試験会場行くじゃないですか、うん、その時にスーツで行ったんですよ、うん、で落ち続けたんですよ、うん、で最後腹立ってジャージで行ってやったんですよ、うん、でジャージでやったら受かったんですよ。だから弦とか担がないもん、うん、な全然あれ、ね、いいんですよ、そんな担がなくて、うん、囚われちゃうとあそうしなきゃいけないっていう風になっちゃうから、うん、担がないことが弦かな。でもその後ジャージでなんか大事なこととかやってない、ね、やれるわけないじゃないですか。商談ジャージで行ったら断られますよ、うん、今度やってみましょうか、ジャージで弦担いで弦担い、うん、だからあんま気にしないですね、うんうん、なるほど、あ、うん、気にしない方がいいと思いますこれ、うんうん、でビジネスは神頼みにしちゃダメですよ、あ、うん、だからそれなりに調査をしていかなきゃいけないんだけど、うんうん、自分を信じて、はい、そうですそうです、ね、うん、はい、データをいかに集められるかですね、うん、実績とデータを、はい、はい、ということで、後半いきましょうか、はい、ね、後半一発目はね、順番を間違える人たち、うん、ね、これね予告してなかったクイズを出したいと思います今、うんうん、どうしてもね、うん、あなたは家のことをやらなきゃいけなくなりました。今から3つ言いますよ、うん、どの順番でやりますかっていうクイズを出します。うーん、1番、うん、部屋の掃除、これ50分かかります、うん、ね、2番、車の洗車、これ30分かかります、うん、3番、庭の草むしり、15分かかります。1番、部屋の掃除で50分かかるであろう、2番、車の洗車で30分かかるであろう、3番、庭の草むしり15分かかるであろうと、この3つです。どれからやってきますか、順番を教えてくださいっていう、これがこれで廃業率分かります、マジで怖いですか、うん、部屋の掃除、うん、車の洗車、草むしり、庭の草むしり、よろしいでしょうかね、決まりました、正解はね、うん、庭の草むしりからやるのが正解です。短い時間ってことですか。そうです、うん、庭の草むしりが15分で、車の洗車が30分、うん、ね、部屋が一番時間かかりますね、50分ってことですからね、うんうん、で、今のでその仕事の組み立てっていうところにも共通するんですよ。なんだってさ、あのあれじゃないですか、うん、まあ、簡単なものからやるっていうのはまあセオリーなんですけども、うん、まずですよ、部屋の掃除なんて暗くなってからでもできるんですよ。ああ、うんうん、ね、庭の草むしりだのを最後に持ってきちゃったら日が暮れてたらもうできないわけです、うんうん、で、かつ車の洗車で30分で僕言いましたよね、うん、だって草むしりの方が早く終わるんだから、うん、それを先にやるのは当たり前じゃないですか、うん、車の洗車で30分かけてる間に日が落ちちゃったら僕草むしれないわけだから、うんうん、っていうので順番は草むしりでしょ、車の洗車、部屋の掃除、これが仕事の組み立てなんです、うん、これを部屋の掃除からやるっていう人は廃業しますよ、うんうん、仕事の組み立てもできませんから、そういう人は、うんうんうん、で、さらにね、今の簡単なものから先にやるっていうクイズやりましたね、うん、今度これをじゃあ実践、売る方で考えてみましょうか、販売の方で、うん、今日は踏み込んだ内容でやってきますけどね、うん、メロンを売ることになりました、うん、ね、あなたは八百屋さんです、うん、メロンを売らなきゃいけない、メロン、うん、そしたら1個300円のメロンが50個、うん、ね、1個500円のメロンが20個、うん、1個700円のメロンが10個、うん、どれから売る ?300 円のメロンは50個、500円のメロンは30個、700円のメロンは10個、うん、さっきと違うところは金額が高いほど数が少ない、はいはい、で、どれも同じ大きさ、同じメロンです、これね、同じメロン、そうなんです、これ一般の方ね分からないかもしれないんだけど、うん、市場でその日によって仕入れ値が変わっちゃうんです。例えば同じメロンが次の日が500円高くなってザラなんですよ、うんうん、これ魚屋でもそうだと思うんですけど、僕あの八百屋ですからね元、うんうん、
って市場行くと、もうほうれん草と何のそうなんだけど値段がバカに上がっちゃったり、そんなに違うんですか、ね、違うんなこれ、うん、だってあの昔ねミヌモンタがテレビでやるとバカみたいに跳ね上がっちゃったの、大和芋とかああいうの、あのそれがダイエット効果になってたらとんでもないですけどもう、うえーって、うん、何倍してんのこれって、うん、平気でザラにあるんです、うん、これは本当にザラにあることなんで、まあもう一回言っておきますと、メロン1個300円が50個、1個500円が20個、1個700円が10個、どれから売る、うん、高くなるにつれて数は少ないんだけど、うん、でも同じ種類で同じメロンなんです、同じ大きさのメロンなんです、うんうん、これね、商売のヒントになるかなと思うんですけど、こういう時はどうやったって同じ大きさで同じメロンでしょ、うん、700円で10個売るのよりも、うん、300円で50個売った方が売れるんですよ、うん、で、そしたら順番で言うと300円で50個から売ってった方がいいんです、うん、その方が早くなくなるんです、うんうん、最初に苦労してから後で楽したいっていうのが、これは学生とかで、学生の勉強であったりとかそういう時にはそういうトークを僕もしますけども、うん、ビジネスで言ったら楽な方からやるの、うーん、楽な方っていうか売りやすい方から、うん、物から売っていくんです、うん、でこれ10個700円っていうのは売れないでしょ、うん、そんなに売れないよ、売り込みがすごい上手にやったところで売れないでしょ、そうなるとだって後ろには1個500円で20個300円で50個合わせて70個控えてるんだよ、1個700円のメロンにつまずいてたらどんどん商品古くなるよ、うんうんうん、メロンはねメロンの価値下がっちゃう、うんうん、もう最後ぐじゅぐじゅになって食えたもんじゃねえって、うんうんうん、お金にならない捨てるようになっちゃう、うんうん、だから売りやすいのから売っていくの、うん、これビジネスでもそうです、修行でもそうです、売りやすいものから着手していく、うん、で自分がね簡単に終わるものから着手していく、うん、いきなり難しいものをあのトップに持ってこない、うん、でそれがね、基本なんです、うん、で、これをね順番間違えちゃうと大変なことになりますよというね、はい、いうお話です、うん、どうですかね、こうビジネスのねヒントがあったんでは、うん、すごい面白い面白いですか、うん、もうめったにねこういうのセミナーでもねあんまり言わないんで、うん、まあ面白いかなと思うんですけどね、うん、あとね、次のコーナーいきますね、はい、人の判断を見誤る人たち、ね、うん、ちょっと待ってくださいね、お客様が入ってこられたような椅子ありますか、ね、ありますね、すごいはい、今度は進めますね、はい、人の判断を見誤る人たち、見誤る人たち、うん、ね、はい、これについて今度は進めていきましょう、はい、これね、そのさっきも触れたね、自分一人でやってたらそれはあのビジネスじゃなくて商店だよっていう話しましたよね、うんうん、ね、そしたら、まあ外注っていう話しましたよね、うん、でこれ人の判断見誤ると自分が信用なくすんですよ、うんうん、だって、ね、矢面に立ってるのは自分なわけでしょ、うんうん、仕事を受けたのは自分で信用で他の人にやってもらうわけ、うん、でもお客様は杉に頼んだっていう感覚なんだから、うんうん、で僕は外注を否定してるわけじゃないですよ、うん、あの本にも書いたかな、あの例えば家を建てるのに営業マンが売りに来て窓口になってるでしょ、営業マンに家建てろというお客さんいないんだから、うん、それ外注して怒るお客さんいませんよ、うんうん、これ例えばあの本格の外注したらまずいよ僕は、うん、こういうの、ね、これはゴーストになっちゃうから、うん、それはダメだけども、うん、ほとんどのビジネスで外注しても怒られませんから、うん、でその外注先を間違えちゃう、人の判断を間違えちゃうと自分がバチ取られることになるわけで、うんうん、犯罪されちゃったりとかね、はいはい、そういうのでもやっぱり判断間違えちゃう人は3年以内に廃業していくでしょうと、うん、何でもかんでもいいから、あこの人外注先安いから出しちゃえとかね、ああ、うん、そんダメですよ、金額でね、金額、うん、もう金額なんかで選んじゃダメだよ、うんうん、とんでもないよ、うん、でそういうことやっちゃうと廃業しちゃうと、はい、であとね、まあなんだメンターですね、メンター、うんうん、まあ、師匠格っていうのかな、うんうん、あこの人についていけばあの自分はビジネス成功するな、ね、そういうのあると思うんですけども、うん、これを間違えちゃう、うん、それ危険ですよね、間違えちゃう、うん、でこれが例えばひよこ食いの講師をメンターに選んじゃった場合って大変なことになりますよ、うん、ケツの毛までいかれちまうよ本当に、うんうん、で僕ね嫌なのがね、あのひよこ食いで嫌なのが実績がなくてそれを教えようとする人ね、うんうんうん、
あの例えば本とかネットの情報だけでセミナーやっちゃう人っているんですよ。だって経験も実績もないのにそれをだって人に教えるわけでしょ、うん、でも怖いなと思ってそういうのを真に受けちゃって、うん、だって自分が経験してないことを教えてるわけだから成功する保証なんてないわけですよ、うんうん、でそれはすごい怖いなって思いますね、うん、でそういう人を惚れ込んじゃって信じちゃうと廃業しますよ、うんうん、で僕も経験したりとか実績がないことっていうのはセミナーでもお話しません基本、うんし、あの執筆もしませんそれ、うん、やっぱりねあの自分のこと、うん、であと人の話って時人の話って言いますもん、うん、さも自分がやったようには言いませんよそれ、うんうん、そういうとこ正直ですもんね。そういうとこだけはね、うん、あの通しとかね一本筋通しとかないと、うん、僕他がデタラメなんで、うん、デタラメデタラメだからここは筋通しとかなきゃと思ってね、うん、そうですね、はい、うん、はい、そこをね判断間違えちゃうとダメですよと人の判断を間違えちゃうといけませんと、はい、あとまあ新人さんが多いのかなこれね、いいとこ好きしちゃう人、ああありがちバレますよいいとこ好きは、うん、うん、だからあの例えばなんだろうなセミナーとかそのイベントとか主催してる講師のところにこうねこうあなただけで素敵な形で行ってで実は裏でも他のセミナー行ってとか、うん、同じことやるわけですよ、うん、でもっとひどいのはそれ悪口を言い出しちゃうの、あ、まあ八方美人的なことはいいんだけど、うん、それでなんて言うんだろう、まあスパイみたいなもんですよね、うん、そういうことをやってる人もいましたしそれは干されますわ、うん、それ、まあ、業界的にもねよく思われないのは間違いないですからね、うん、そういうのすぐバレちゃいますからね、バレるんだよ、うん、バレますよ、意外に狭いですからね、狭い狭い、うん、うん、でまた好きだからその話がその手の話が、うん、すぐもう広まっちゃって、うん、あのもう何ヶ月かしたらあいつどこにでも顔出して同じことやってるよね、うん、っていうことになっちゃうんで、うん、あんまりいいとこ付き合いしない方がいいかなと思います、うん、もうそれ分かっててやるんならいいんですけどね、まあバレるっていうのは言っときますよ、バレます、はい、バレますバレますね間違いなくね、まあ、スパイ活動なんか持ってるほかですよ、女やっちゃうと、うん、結構ね仲悪いふりして裏でつながってる先生って言いますからね、うん、表向きはこうけああれ本当仲悪いんだなと思ってて実は裏でひっそり飲みに行ってる先生とかいるんですよ、うん、だからあのそこでなんかね悪口とか言うもんならその話になるからあのバレますからねこれ怖いですね、怖い世界ですよ、うん、はい、ということでね、はい、コーナー、はい、これで終了なんです、うんうん、今日は一通りちょっとババってちょっと後半駆け足でしたけど、うん、すごい充実してましたね、充実してましたよ、うん、ということで質問コーナー行きましょうか、はい、ね、早速では前の方マイクをお持ちになっていただいてですね、はい、じゃマイク入ってますんでじゃあ行きましょうか質問があればあのもちろんこれ僕に対してでも文井先生に対してでもいいですし、あの今日の内容じゃなくてもいいですからね、あの女性経験何人ですかとかそういうのでも大丈夫ですただあの今ですね、はい、あのメンターについてお話しいただいたんですけど、はい、参考までに、はい、あのいいメンターと悪いメンターの、うん、なんか見分ける基準っていうのがもしあるようでしたらちょっと教えていただきたいんですが、いいメンターと悪いメンター、はい、そうですね、あの内容が矛盾してないかどうかっていうのは自分の目で判断してもらいたいなって思うんですけど、例えば、外注してないで私は1000万稼いでますって言うんだったら要注意ですよ。外注なしで1000万稼ぐっていうのは相当きついと思うんですよね。あの、まあ、弁護士だったらあり得ますよそれ。だけどこれはもう行政書士にしても社労士にしても1000万年収稼ぎます、外注なしです、従業員雇ってませんなんてよっぽどいい仕事しないときついんじゃないですかね。例えば行政書士で単価高いっていうと医療法人の設立、あれ100万クラスだと思うんですけども、毎月1件やって1000万ですよ、1月に1件ないですからね。であれだって外注なしっていうのはきついと思うし、具体的に言うと行政書士だと農地転用とかね、農地転用もまあ結構場合によっては高額になるんですけど、あれ一人じゃ無理なんですよ、外注しないでっていうのは。やっぱり場合によっては登記が必要になっちゃったり、あと知らないで昔からやってて他人の土地使ってておいおいっていうのあるんですよ、出てきたりとか、そういうのもあの場合によっては土地家屋調査士が必要になっちゃったりとか、
で、あれこれ自分のだと思ってたけど違ったんだ、でもあんた使ってた、でこれこういった場合にじゃあ誰のもんなんだって判断であったり、税理士入れなきゃいけない場合もあるんですね、その間の税金どうするんだと。であるから一人でね何でもかんでもってできないんで、一人でやってますっていう講師がいたらちょっと危ないかな。なるほど。まあ一人では限界があるんで、そこを判断基準の一つにするといいかもしれないですね。ありがとうございます。はい。あ、そうですか。はい、お願いします。まあ、ちょっと自分上がり症みたいなところがありまして、ええええ、で今度まあ、社労士やってるんですけど、はい、今度支部会でなんか200人ぐらいの研修の司会をやれって言われまして、ええ、ちょっとそれ来月なんですけど憂鬱っていうかですね、なるほど、ちょっと大丈夫かなっていう、ちょっとそれでなんかアドバイスみたいなのあれば、はい、これ気持ちが楽になるかどうかわからないんですけど、人間の脳っていい加減で次の日には忘れてるんですよ。だからいくらどんなに綺麗に決めようとか、かっこよくビシッと決めようと思っても次の日はもう覚えてないし話題にもなりません。そう思うと楽じゃないですか。だから逆に言うと失敗しても忘れちゃうんですよ。それだけ本当に真剣に聞くよっていう集団だったら怖いですけど、そこまで真剣に聞かないと思いますし、一言一句も逃さず聞いてる人なんていませんもん、いませんよ、だいたい人間の脳なんて20分後にはねもう 40% 忘れちゃうんですから、42% なくなっちゃう、記憶がなくなっちゃうって言われてるので、そう思うと少し楽になると思うんですけど、だから先生すごいなと思いました。こういったテレビとか絶対自分やってると緊張しちゃってできないんですけど、よくできるなっていう、すごくやっぱり緊張しますよ。毎回毎回ね、井上ディレクターの1分前って声でもう口から心臓出そうですよ出ちゃうんじゃないの、うん、ドキドキしますよ。そういうふうに、まあ、見えないからすごいなと思いますやり始めるとね乗ってくるんだけど、もともと僕ド M なんで見られるとね燃えるんですよちょっとやばいなこの話してると、うん、はい、じゃあ次の方行きましょうか。すいません、ちょっとプライベートなご質問、はいはい、なんですけど、ご結婚はなされてどう思いますかね。結婚 されてるような感じもするし、してないような感じもするんですけどどっちかですねどうしようかな。僕ね、してないって言っちゃうと問題があるし、してるって言っちゃっても問題があるんで、なんで何をしてるんですか一体なんで。行政書士業務の他に僕結婚詐欺やってるんですよ。それはまずい、うん、じゃあそれさておいて、じゃあ想像にお任せします。わかりました。ちょっと踏み込んでもう一つ質問していいですか。はい、ワークライフバランスはどうお考えですか。ワークライフバランスって、はい、具体的に言うとどういうものですか。まあ、なんか お聞きしてると非常にお忙しくされてそうなんですけども、プライベートとお仕事の安分というか、そのご家族のお時間であったりとか、まあ、仕事に対する時間であったりとかっていうところが どうお考えかっていうのをちょっとお聞きできたら。僕嫌な仕事やらないんで、仕事を選ぶ基準って言い方良くないかもしれないけども、楽しいか楽しくないかでやってるんですよ、なので別に何て言うんだろう、完全に仕事モードっていう形ではないかもしれないですね、僕ね。だから持つのかなって、いろんなことやってますけど、持つのかな。プライベートも楽しいんですもん。そうなんです、そうなんです、うん、オンとオフがもうはっきりしてるっていうか。どうなんですかね、どうですか、こう文江先生から見て分かれてます。やっぱオフの時はね、だらしないですか。そこまではないけど泥酔になってる、うん、あとどう、仕事で飲むのとプライベートで飲むの少し違うかもしれないですね。あんまでも意識しないですよ。意識しないです、結論。そんなにもう考えて、それ考えてると疲れちゃうもん、逆に。こっから仕事モードだぜとかなんか。切り替えてんのかと思ってました。切り替えてないです。あんまり意識してないですね。ただ自分が追い詰められるような仕事はやってないからだと思います。僕好きなことしかやってないんですよ。選べますもんね、個人事業主。選べるんです、本当にいいやりたくないことはやらないし、まあ何でしょう、例えば、何か修行をやりたいっていうのはありますか。何かの修行、
社労士でも税理士でも行政書士、まあ、もし合格すれば行政書士、行政書士、はい、で例えばなんですけど行政書士は行政書士だけやれっていう考えの人もいるんですけど僕は違うんですよ。なのでとらわれてないんですよね、うん、行政書士業務だけやってるわけじゃないですし、だってこの仕事だったら全然行政書士関係ないじゃないですか、うん、行政書士業務じゃないですよね。タイトルに行政書士ってついてますけど、で塾講師も行政書士業務じゃないですし、うん、営業コンサルタントなんか全然関係ないですからね、うん、あんまりだからその行政書士でこだわろうってしちゃうと疲れちゃうかもしれないですね。うん、僕全然行政書士タイプ的に行政書士の肩書きを使った商売するタイプですかね、うん、どちらかというとね、うん、だからこうなんかストレスがあんまりないですね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございますね。じゃあ行きましょうか。初めての行政書士としてのお仕事は、はい、の印象とか、あとどうやってこう開業して一番最初のお仕事というのはどのようにこういただけたというか、 どちらあどちらでも お二人じゃあ文枝さんお話しさですか。いや僕は 何回か喋ってるような気がするから、それ、ええ、本当に私あまり参考にならないと思うんですけど、私が初めに手掛けたというか、うん、依頼を受けたのは離婚協議書の作成なんですけど、それも友達からですね。最初開業した時に告知をしておいて、知り合い全員に、でその時はまあ何にも、そんなことやるんだ行政書士ってみたいな感じで、なんかピンときてなかったんですけど、でも後から思い出してもらえて、そういえば行政書士だったよねっていう話で、なので特に宣伝してとかじゃなく、まあお友達の紹介っていうのもね全然ありですからね。そう、最初はそういうのからやっていってもいいと思うんですよね。その後もやっぱり知り合いの紹介で、って感じで、開業されてからすぐ、すぐじゃなかったかな、何ヶ月か経って、まあね、開業してからの仕事の取り方って本当人それぞれなんですよ、でお友達経由で取るって方もいれば、最初に広告をちょっとねやって、そこから集客するって方もいますし、で僕みたいなパターンはちょっと珍しいというか、いきなりこうセミナーやっちゃうとか、こういった番組やっちゃうとか、名前をね、名前を先に、名前を売ってしまおうとしたんです、僕。なんで僕みたいなスタイルを取ると敵を作ります。なんだあいつ1年のくせに随分でけえ面してんなってことになっちゃうんで、まあそれでも無視してやり続けて、もうね、おじさんこれ4年目なんですけどね。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後いきましょうかね。杉井先生、いろんな分野でお仕事されて、はい、でさっきお話の中で仕事好きなもの、楽しいことを選ぶっておっしゃってたんですけど、うん、今一番楽しいことって何ですか？僕はね、一番楽しいのはね、塾の講師です。資格塾の方ですけどね。あ、資格塾、生徒に行政書士と宅建の、ね、指導するっていうのが今は一番楽しいですね、やっててね。やっぱ成長を一緒に見ていけるっていうのと、合格を一緒に、体感できるっていうのがね、楽しいなと思ってやってますけどね、まあもともと楽しい仕事しかやりませんけどね。はい、はい、よろしいですか。はい、じゃあね、相談コーナー以上になります。はい、相談コーナー、相談コーナー、質問コーナーですね、相談コーナーじゃなくて失礼しました。どうでしたか今日、面白かったですか。なんかこれ本一冊書けそうな、そうなんだ、次3冊目これで書こうか。3冊目ね、開業3年以内に、それもね、いいかもしれないです、3冊目ね、実はちょっと書いてんだよな。あ、だどうするか分からない、世に出すかどうか分からないし、どうしようかな、個人で売ろうかな。10万ぐらいで情報商材やって今度言われるんだ、それで。で叩かれる。叩かれるの、また。はい、次回の予告しておきますね、2月はね、23日が第4土曜日になりますので、またね、19時から生放送です、この時間にチャンネル合わせてください。60分生放送でやりますからね、で何をやるかっていうのはね、実はねちょっと今ねまだ詰めてる段階なんで、今日はね発表できないんですけど、まあ面白いことはやりますよ、ちょうどね合格発表の後ですから、
ね、それに合わせてちょっとそういうのも持ってこようかなと思ってます、はい、楽しみにしてください、はいはい、ではね、最後タイトルコールよろしくお願いします、はい、行政書士杉のまだ依頼するな、